体の数だけ強くなれるよ。アスファルトに咲く花のように見るものすべてに怯えないで、明日は来るよ君のために。つもろガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のあのショートカットバージョンで1番をやってサビ、2回繰り返したというオリジナルバージョンでございまして、2番3番やっていくとオリジナルの、原曲の尺でできます。でコード進行は一緒ですから、どん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 コードはそのまま2番3番で書き足してオリジナルのノートを作ってみてください。でテロップと一緒にできるようになった方も、この自分でノートに書いてそれを見ながら自分だけでやってみるのをお勧めします。その時の参考になるように私のノートを見ていただきたいと思います。まずこれサビから始まるんですけどね、この結構こうワンブロックに2個入ってどんどん進んでいくんで、コード進行は思ったより忙しいですね。でここの2行だけはこう伸ばす伸ばすって感じでやってみますと。でいつものこのノートの読み方なんですけど、くるっと囲って下に書いてあるやつは後半やるかっこいいバージョンでやるコード進行です。ちょっとだからコードが増えてワンブロックに4つ弾くということで難しくなってきますけれども、まあこれもちょっと頑張ればできるやつなんで、はい、そんな感じのこのこれをですね、こう一時停止でメモってくださいということでございます。ここもね感想ですよ。 ここね、でここが一番の A メロ、ここもこう書いてある下にね、はい、後で解説していきます。いいですか、まあ、もし分かりづらかったらテロップを一時停止して書いていくのもいいと思います。でここ B メロからまあサビ、はい、一時停止ですか、はい、で最後2番のサビがここに加わって、で最後こうエンディング繰り返して、もう一回この感想ね、感想とここですよ、ここのここか、この間奏のコード進行をやって終わったというのが今のガズレレショートカットバージョンでございますと。はい、でちょっと今日場所なくなっちゃったんでアルファベットですけど、コードの解説アルファベットだけになっちゃいました。 CAmDmDb7G7E7Em7、 はい、これはこれです。ガズレレ必須コード、ガズレレ必須コード、オールスター勢揃い。私がもうスッと頭に入って覚えられる方法を、コードの覚え方の動画をね、ここに貼っておきます。この必須コードはこの動画で分かりやすく楽しく覚えてください。はい。で、今日はコードの解説は省きます。さっきのここのリンクのところでちょっとお勉強してください。一応入門コードですから、必須コードですからね。じゃあ、このコードを使ってやっていきます。今のはワンブロックに4つずつ弾いたシンプル簡単バージョン。ここで思いっきりこう歌をマスターしてから、じゃあ、こっからです。次の、かっこいいバージョンの領域に入っていこうと思うんですけど、ここからガーンとこうレベルがちょっと難しくなります。まずねコード進行は同じなんですけど、さっきも言ったんですけど、ワンブロックに4つコードが入ってくるっていうブロックが増えます。ここもそうだし、
ここもそうだし、この辺ちょっと急にコードが増えてきますね。こういうところちょっとテロップで要注意、要チェックしておいてください。でまずリズムの解説からいこうと思うんですけど、ちょっとねこれ見てもらいたいんですけど、 A メロ B メロ間奏 A メロ B メロは8ビートのチャプラスカッティングって書いてあるんですよ。はい、8ビートのプラスカッティングで、ちょっとこの曲なんですけど、曲の中でこの見てください、 CG7Am、 例えばこう、あ、CG7AmEm7 A メロの一番最初の突然会いたいなんてでこれ解説すると、このなんていうのか、ちょっと見ててね、こういうリズムなんですよ。突然会いたいなんて、ちょっとこれ早いでしょ。8ビートが2回入るって感じ。 C で1回ジャンジャジャンジャジャンジャンジャジャンジャジャンジャンジャジャンジャジャンジャ、こういう風に入っていくと覚えておくから、ちょっとだから倍で取るっていうイメージですよね。はい、で基本的なリズムはこれ8ビートのチャなんですけど、こういう風に思うじゃないですか。これでももういいんですけれども、カッティングっていうのは突然タッタッツンタッタッツンタッタ、こんなリズムにしようと思います。もう一回このね A メロの最初のところやってみますよ。突然会いたいなんてツンタッ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 、はい、ちょっとこれロックっぽいイメージの疾走感あるやつで、ワンブロックにだから 1,2,3,4,5,6,7,8 っていうカウントになるんで、ちょっとややこしいですけど、突然タッツン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 タッ、はい、このリズムを8ビートのチャプラスカッティング止めてんですよね。ズンダ左手で、はい、ここでピッと止めてる、これをカッティングと言います。なんでちょっとこれ難しい、ちょっとカッティング難しいという方は、突然会いたいなんて8ビートのチャで疾走感満載でやってもらってもいいと思うんですけど、今回のデモ演奏は8ビートプラスカッティングのリズムでいきたいと思います。はい、でそこがね、間奏から A メロ B メロやってサビに行くとですね、どうなるかというと頭打ちになります。頭打ちのカッティング、こんな感じです。涙の数だけダンツク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 、この頭打ちっていうカッティングのリズムで、ダンツク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 、テロップでも書きましたけど、涙の数だけ強くなダンツクダンツク、こんな感じでいこうと思います。これは結構ね、カッティングという要素が入ってくると難しくなりますんでね。はい、そういうわけで、一応リズムとしては8ビートのチャとカッティング、この2種類ですね。頭打ちの方はダーツクダーツクなんで、カッティングということでいきます。はい、この2つの弾き方の解説をここに貼っときましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画とカッティングという動画、それぞれ動画が上がってますから、そこで練習してみてください。で8ビートのチャはあんまり関係ないから、8ビートとカッティングかな。まぁ、ちょっと組んでください。トンチャッチャッ、トンダッツクタッ、トンダッツクタッ、トンダッツクタッ。はい、このリズムでやってみると思います。サビはね、このダッツクタッツクタッだけ強く、これはね、速くならないようにエンジンブレーキをかけながら、ダッツクタッツクタッツク。このどっしりした感じが出るといいと思います。あと、決めとしてはですね、この間奏の最後のところで G7 でダッダッダッ、だってここもカッティングで止めていこうと思います。決めですね。あともう一個の決めは、サビに行く前のこれですね。G7 でさっきの伸ば、シンプル簡単バージョンをここ伸ばしたんですけど、ここ G7FCG7。ダーダーダーだってダイナミックに4つ弾きで。で、サビに突入というふうに。この辺のちょっとこの押し引きって駆け引き、決めでこう盛り上げたりする。この辺も入れていきましょう。さあ行きましょうか。トゥモロー。岡本麻友さんのトゥモロー。ガズレレ流。かっこいいバージョンやってみる。涙の数だけ強くなれるよ、アスファルトに咲く花のように見るもの全てに怯えないで、明日は来るよ君のために。泣きしめてる思い
は来るよ君のために。岡本真由さんのトゥモロー、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。ちょっとカッティングが入ってね、こうやっぱりこうキレが出てきて、このスキップするようなこうなんつうの、元気度がアップするかなと思ったんですけど、やっぱりちょっと難しいかなという方は8ビートとか8ビートのチャで疾走感満載バージョンでやるのももう全然かっこいいと思います。でこの曲はやっぱり応援ソングですから、やっぱりなんていうのかな、まあ、自分も含めてこういうなんかまだまだやろうみたいな、そういう元気度がねこの曲はポイントになると思います。はい、暗い顔してる歌う曲じゃなく元気いっぱいいきましょうということで、音楽で盛り上げていきましょう。ありがとうございます。ちょっとお知らせです。ちょっと冒頭にもお知らせしましたけど、ガズレレ2年ぶりのイベントということでご紹介させていただいてるんですけど、本当ありがとうございます。9月の9日と9月の9日の東京吉祥寺と10月21日の大阪、梅田なんですけど、ソールドアウトです。皆さんありがとうございます。とはいえまだあと3会場、まだチケット予約受け付けておりまして、旅に出ましょうよ。まず8月18日仙台です。皆さん、ずんだ餅と、牛タンと、笹かまぼこを食いにグルメツアーと一緒にで、いやなんか来るのはいかがでしょうか。夏休み中ですよ。8月18日9月の2日は名古屋です。名古屋といえばもう手羽先とですね、あと台湾ラーメンとですね、食べ物ばっかりなんですけど、ウイローとかありますからね。はい、で11月2日は横浜です。横浜といえば中華街だとかね、いろんな美味しいものありますから、あの中松とかまで行くとね、もうおしゃれの店も行ったりし、そんな感じで他のものとこう抱き合わせでこうガズレレツアー参加するいかがでしょうかということでご案内中です。概要欄にリンク貼っておくんでちょっとしっかり見ておいてください。あとそれとこの本ね、紫色の新しい、簡単ウクレレソングブック4も大好評新発売になりましたんで、はい、100曲入りのもうね名曲ゾロです。こちらもゲットの方よろしくお願いします。あと皆さんこれ入ってますか、ガズレシピという、アプリがあるんですよ。ガズレレのガズレレではですね、アプリもあるんですよ。楽譜が見れるようになってます。ぜひ皆さんまずスマホとかタブレットにこのアプリを入れるのは無料ですからね、入れてください。で無料で見れる動画もあるんですけど、この中でもう何ブロックもガズが取り上げてる曲の楽譜がそのスマホとかタブレットで見れるんですよ。自動スクロール機能とか、あのメトロノーム機能とかもついてる、めちゃくちゃ便利なアプリがあるんですね。でこれはこの度新しい曲また40曲追加されて、かなりの曲数になってます。ちなみにガズレシピで、載せている楽譜っていうのは、リットミュージックさんの簡単版だけじゃなくて、簡単版とかっこいいバージョンが両方載ってる、またねオリジナルのデザインされた見やすい楽譜になってますので、とにかくまずアプリをダウンロードしてもらって、もし気に入ったらその曲1曲からでもブロックでも買えるようになってます。そしてですね、なんとこのガズレシピの楽譜の本当の本のバージョンも今発売しております。こっちもめちゃくちゃ大好評でございます。Amazon でご購入いただけるんで、ぜひともちょっと Amazon でガズレシピと検索してみてください。あとですね、期間限定で発売しているウクレレはもちろんのことですね、ここにいつも挟まっているガズ両親手作りの水引きだったり、キャップだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、いろんなグッズとかもあります。まずこのガズレレドットグ、このホームページを見てくださるといろんなものがね載ってますので、ぜひ見ていただきたいのと、あと最近ガズがもう一個始めてるピアノのレッスン動画、どんな方でもあっという間にすぐに弾けちゃうガズピアノという YouTube チャンネルも、こちらも結構盛り上がっててかなり面白いことになってます。これねクレレ始めている方にめちゃくちゃおすすめです。鍵盤楽器が夢のように簡単に、まさに皆さんがウクレレで簡単に音楽をされたように今度は鍵盤でもできるようになってます。こっちもぜひご注目ください。それでは皆さん楽しく音楽やっていきましょう。ガズレレガズピアノ両方で、こっちからこっちから音楽を楽しんでいこう。皆さんバイバイ、ごきげんよう。